私がですね、かつて通っていた学校、夏季高校ですね、本当に卒業して以来、この夏季駅に、やってまいりました。で、約ですね、30年ぶりですね。店とかもですね、だいぶ変わってます。ただですね、ものすごい変わったかっていうとですね、逆に言うと30年経ってる割には雰囲気は、かつてのままだったような、気がしてます。そしてその南口のですね、商店街からバスに乗るんですよ。それで、この琴平下っていうバス停だったと思います。そこで降りると、で、非常に懐かしいですよね。で、ここ確か琴平神社ですかね。結構立派な、こんな鳥昔あったですかね。ちょっと記憶にありません。で、夏季高校ですね、いわゆるヤンキーが多いということで有名な高校なんですよ。で、夏季西もそうですよね。ネットとかで調べていただければ、すぐ出てきます。もう学級崩壊、寸前っていう、状態だったですよね。で、廊下にもですね、タバコの吸い殻ばっか落ちてて、で、マリファナ吸ってるやつらいましたよね。どうやって手に入れたんですかね。で、その、あと卒業生にはですね、有名人がいて、有名なのは、AB ブラザーズの、中山ヒデさん、そして、小林稔侍さんの、息子さん、そして、歌手の、瞳、なんて言うんだっけな、古谷瞳っていう名前だったと思います。自分の、一つ下ですよね。そんでですね、夏季高校は、廃校になってます。2004年。で、麻生養護学校ですね。ということで、名前を変えて、で、ここ門が閉まっててですね、入れませんでしたが、こう中見るとですね、昔のままなんですよ。建物もそのままあります。あそこの右に見えるのは体育館でしたね。懐かしいですよね。で、高校時の自分はですね、基本的になんかもう冷めてるっていうか、しらけてましたよね。で、物事からはもう徹底して逃げるというような感じがします。ただですね、今もですね、変わってないなっていうか、実はですね、もう30年ぶりに、その高校の時のですね、クラスメイトと会ったんですよ。で、ちょっと話したりしてですね、ただその関係からもですね、結局、なんだかんだ逃げましたよね。だからですね、変わってないなと。で、なんでここに来たかですね、ちょっと、わからないんですけど、ちょっとですね、やっぱここに来てよかったなと思うのが、過去なんかですね、振り返っても、もうあまり意味がなくて、やっぱ今なんですよね。今です。で、今がですね、人間一番若いんですよ。で、大事なのはですね、今までの人生を振り返ってみて、今が一番年だというよりもですね、これから先の人生を見据えて、今が一番若いんだということですね。それはですね、年を取ってる人も同じです。そして、千利休のですね、一期一会という言葉があります。で、これはですね、
新しい出会いとか特別な出会いのことを言ってるわけじゃないんですよ。同僚とかですね、奥さん、夫婦ですね、あと親友、まあ、友達、同じ人でもですね、今日6月21日その時のですね、その瞬間のその人とはですね、その時しか会えないんですよ。もう明日は会えないんですよ。だからむしろですね、身近な人をですね、大事にしていきたいですよね。話がですね、それまくりましたね。すいません。まあちょっと話がですね、矛盾しちゃうんですけど、やっぱりたまにはですね、こうやって昔を懐かしむのもですね、悪くないかなと思います。そして、人生ですね、まあいつも夏休み、そしていつも青春でありたいですよね。本日はですね、ご視聴どうもありがとうございました。